元キンプリ3人が旧事務所を離れ、飛べ、でングループ、ナンバーアイ、結成。ファンの論争は続くが、期待も高まる。日本のエンターテインメント業界に衝撃が走りました。10月15日、スマイルアップに社名を変更した旧ジャニーズ事務所から、岸優太、平野志洋、神宮寺ユ太タの3人が、 滝沢秀明氏率いる飛べに電撃加入し、新グループナンバー I を結成したと発表されました。この一大ニュースに対し、旧ジャニーズのキンプリファンは飛べ叩きを開始し,し、激しい論争が巻き起こっています。今回の記事では、この出来事の背後にある複雑な事情と、ファンたちの反応を探ります。 旧ジャニーズからの衝撃的な遺跡騎士ユータ、平野志洋、神宮寺ユータの3人が旧ジャニーズ事務所からの遺跡を果たし、飛べに加入したことは多くの人々にとって驚きのニュースでした。特に元キング・アンドプスのメンバーとしての活動で知られていた彼らがナンバー・アイとして再び共演することは多くのファンにとって待ち望まれていた瞬間でもありました。 しかし、その遺跡の経緯には論議が絶えません。神宮寺優太は2022年11月にキング・アンドソ脱退し、翌年5月にはジャニーズ事務所自体からも退場することを公表しました。その際、神宮寺は海外進出することが僕自身とジャニーさんと、そしてファンの皆様の大切な夢の一つでした。 その夢を追い続けるために活動してきましたが、活動方針の考えが変わっていきました。自分勝手な考えではありますが、メンバーがこの先一人でも退場するなら、自分も退場させていただくと決めていました、とコメントしました。このコメントに対し、一部のファンは理解を示しましたが、一方で、飛べ叩き、と呼ばれる論争が巻き起こりました。多くのファンは、 旧ジャニーズ事務所からの遺跡に対して反的であり、その理由は様々です。一部のファンは遺跡の発表が予想外であったことや、グループ名を変更する形での再集結に疑念を抱いています。芸能記者によると、一部のファンは3人でグループを結成する予定だったんじゃないか、と疑念を抱いており、方向性の違いで2人と3人に分かれます。 僕らはジャニーズを辞めて3人で海外を目指します。と最初から明言して欲しかったとの声も上がっています。ファンの意見の分かれた渡べへの遺跡この渡べへの遺跡についてファンの意見は二分されており、どちらの側にも熱狂的な支持者がいます。一方ではナンバーアイのメンバーはジャニーズ事務所を離れ、 新たな舞台に挑む決断をしたことを評価し、彼らの新たな音楽活動を楽しみにしているファンも多いのです。もう一方では、トベ側のファンは、ナンバー I のメンバーがジャニーズ事務所からの遺跡を選んだ背後には、彼ら自身の夢や意志があることを強調し、理解を求めています。一部のトベのファンは、海外を目指したかったのに、 止められたんだから仕方がないとの立場をとっており、彼らをサポートしています。このような論争は、ファン同士の対立を助長し、両者の意見の相違を浮き彫りにしています。メンバーの遺跡が公になった後、SNS などでヒーティッドディスカッションが繰り広げられ、ファンコミュニティ内でも様々な議論が交わされています。メディアの視点と今後の展望、 ナンバー I の誕生にあたって、水面下では早速メディアが動き出しており、やがて争奪戦が繰り広げられることが予想されます。芸能記者によれば、ファン同士が争っている間にメディアは視聴率を稼げる方へと舵を切ります。今度は飛べに忖度するような事態が起きなければいいですが、とのことです。 一方で、ファンたちの間には、この論争がしばらく続くことが予想されます。特に、岸シユ平タ、志ラ神宮寺優ジングユタのファンは、彼らの新たなるステージに期待を寄せています。今後の、ナンバーアイの活動や新曲のリリースなどが待ち望まれており、ファンたちの関心は高まる一方です。ナンバーアイの結成によって、 旧ジャニーズファンの間には様々な感情が渦巻いています。一部のファンは遺跡を受け入れ、新しいチャレンジを応援していますが、一方で違和感を抱くファンも少なくありません。今後はメディアの動向やナンバーアイの活動に注目が集まり、彼らの新たなる道がどのように展開していくのか、多くの人々が注目しています。